動向の拡張の様子按順応とは、可視光量の多い環境から少ない環境へ急激に変化した場合に、時間経過とともに徐々に視力が確保される動物の自律機能である。眼球の虹彩を収縮して、動向を広げ、水晶体を通る光量を増やす、よう調整する作用のこと。周囲の明るさに応じて、間体細胞と錐体細胞の切り替えにより、網膜の感度が変わること。角膜、水晶体、ガラス体を通過した光は、網膜にある視細胞で化学反応を経て、電気信号に変換される。視細胞には、明暗のみに反応する約1億2000万個の間体細胞と、おおむね3種とされる色彩に反応する約600万個の錐体細胞がある。光量が多い環境では、主として錐体細胞の作用が卓越し、逆に光量が少ない環境では、間体の作用が卓越する。夜間などに色の識別が困難になり、明暗のみに見えるのは、反応する間体の特性である。間体、錐体ともに一度化学反応をすると、再び反応可能な状態に復帰するまでには、ある程度の時間が必要である。視界中の光量が急減した場合に一時的に視覚が減退するのは、明初期中において、間体細胞内のロドプシンのほとんどが分解消費してしまっており、間体細胞が速やかな反応のできない状態になっているからである。暗い環境の中で時間が経過すると、ロドプシンが合成されて、間体細胞が再び反応できるようになり、視覚が働くようになる。明順応に対し、暗順応に時間がかかるのは、ロドプシン合成の方が、ロドプシン分解に比べて長い時間を要するためで、人の場合ロドプシンが合成され回復するのに、約30分かかるが、暗順応は合成が進むにつれ徐々に回復し30分で最大となる。なお、人種間で、輝度や、色彩の知覚に関して違いがあると言われている。間体、錐体の反応する種波長が異なるためだとされ、これはそれぞれの人種を対象とした研究論文間の比較や国際的に出荷される工業製品の開発現場での経験的知見である。しかしながら人種ごとの依存性を統計的、臨床的に調査し、その内容に適切な査読と追試が行われ、認められたものは存在しないとされる。網膜の中心下には色を識別する錐体が密集し、間体はほとんどない。明暗を識別する間体の密度が高いのは中心下の周囲である。したがって、低光量下では視野の中心からずれた視覚の方が、明暗に対する感度が高い間体を利用することができ、ものが見えやすい現象がある。人のロドプシンと3つのフォトプシンの平均吸収スペクトル。点線より長波長側でも L 錐体は感度を持つ。現代では自動車のように人の通常の移動速度をはるかに超える移動手段を個人が持つようになり、そのためこのような順応がうまく機能しない例が多々ある。例えば昼間に自動車の運転をしていてトンネルに入ると完全に見えなくなる。現在では灯火のついたトンネルがほとんどであるため危険は減少しているが、往々に事故の原因となった。これに対する対応策として、トンネルに入る前に片目をつぶっておく方法がある。これは、番宣集会で忍者の秘伝として伝えられているものである。さらに危険なのが、夜間運転で対向車のライトが目に入った場合で、暗順応している目に強い光が照射されるために、まず目がくらみ、その後明順応が起き、それから改めて暗順応するまでは何も見えなくなる。天体観測や軍の夜間行軍のような暗所における行動において、機械の操作や製図、地図などの図表に視力を必要とする場合、赤色光による照明を用いる。これは、錐体と間体の感度曲線の差を利用し、間体の感度の低い赤色光を用いることで、間体の飽和を防ぎつつ錐体による視力を確保する方法である。同様に暗室内と明るい外部を行き来する必要がある場合は赤色のレンズのサングラスをかけておくことによってロドプシンの分解を防ぐことができるため暗順応にかかる時間を削減することができる。夜行性の動物の観察などに赤色灯を利用する場合もある。人間同様、眩しく感じがたいことで驚かせることが少なく、動物の目の保護にもなる。自動車の尾灯が赤いのは、後続車の安全を考えれば、理にかなっている。ありがとうございます。